ジェンクロ公式ウェブラジオジェンラジ。はい、皆さんこんばんは。緑ヶ光ですよ。今井あさみです。ダイヤですよ。高木ゆりかですよ。ジェンクロ公式ウェブラジオジェンラジ、今週もスタートしました。はい、今週も広めのスタジオでアクリル板を設置した上でジェンラジオをお届けしていきますよ。なんか妙な空気感でよーよーなってますけれども、はい、そんなこんなで次の東派型イベントに向けてチェンラジで切り板を決めましたね。皆さん覚えてますね。決めましたね。今日はそのイベントのお知らせができます。おー、なるほど。今度こそ、今度こそ、前さん今のところ全敗です。二冠です。逆にそうか、別に今井さんのせいではないからさ、運だからね。運をつかみ取りたい、それか今井さんが狙っていくとかですかね。なるほどね。自分の番号でもなんかつかみ取りたいってさ、誰かそれ当たってる人いたら今井さんがプラスになるんだったら分かるけど、別にね。いや、やっぱなんかこれ当たんなかった時、あ、まだ緑川さん当たってないことないですよね、どなたかいらっしゃいますよね。本当に寂しいんですよ。わかります。確かに私も確か前回ね、そうですよね。すごく寂しくない？ちょっとなんかあれこの取り残された感よ。ねえ、おめでとうって言いたいよね。言いたいですね。はい、というわけでちょっと気もそぞろですが、今日はお届けしていきたいと思います。はい、チェンラジスタート。この番組は株式会社セガの提供でお送りします。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジである。改めまして、緑川光です。今井あさみです。内田彩です。高木ゆりかです。ではリスナーさんから届いたメッセージを紹介していきましょう。題してアルカナメール。ペンネームコロナ後もテレワーク希望さんからいただきました。はい、じゃあチェンクロネーム的にはコロテレかな。コロテレ略してコロテレさんです。かわいいですね。はい、パーソナリティの皆さんこんばんは。こんばんは。9月から新アカウントでチェンクロを始めました、ありがとうございます。開始1ヶ月は経験値アップボーナスがあるため、この期間に1部から4部までメインストーリーを終わらせることができました。すごい。新キャラがミエーって強かったので、途中で詰まることなく一気に終わり、気になっていた3部ストーリーを全て読めて楽しかったです。これから新たなサイドストーリーを進めつつ、4部の続きを楽しみにしています。もちろんチェンラジも遡って聞き始めています。これからも楽しいトークで笑わせてくださいね。だってうわすごい、ラジオを遡ってくれるのって結構珍しくて嬉しいね。確かに最新情報が知りたくてとかってね、来て聞いてくださる方も多いと思う。やっぱ初期の頃は皆さん若いですね。ですね。あとキャラクターの名前もポンポン出てくるし。いや、あのですね、この形式になってからはすでに出てません。そうなんですね。ユニポンは出てたかもしれない。ユニポンのなんかね、出なさぶりが最近ひどいんだよな。たまにすぐ出ますよ。たまにすぐ出るからまだ大丈夫。すぐ出るとき後かな。最近怪しいよね。ありますよ多分。あやちゃんも完全にねこちらの世界にいらっしゃいましたもんね。はい、え、じゃあ私も行きます。まだ粘ってくださいよ。これ新アカウントでっていうことだから ね、うん、ね、あのこう、いわゆるお帰りなさいキャンペーンですよ。はい、あー、や、素敵。いやはい、今ねいろいろこのお帰りなさいでさらに恩恵を受けてるかもしれないです ね、 そうそう、ね、なのでぜひぜひ、多分私たちのことなんてすぐ抜けると思うんで緑川さんにはちょっと届かないと思うんですけど、我々はすぐできますんで。すごい、頑張ってください。これが冗談じゃないのがすごくない？たまにいらっしゃるもんね。はい、本当に一気にレベルいくつですみたいな、ランクいくつです。え、この間始めたよね。そうね、ありますから。すごいですね。ぜひぜひ、これからもよろしくお願いします。というわけでメッセージありがとうございました。それでは今週もここでチェンクロをプレイしていきたいと思いますが、ゆりぽん。はい、私がですね、先週緑川さんが遊戯の試練をクレンじゃないや、クリアされていたので、今回私も頑張って行ってみたいと思います。ちなみにこのパーティーのコンセプトはガンガン行こうぜです。はい、もう試練をセレンでクレン。ダブルセレン。
ブルセレン。頑張るセレン。もうダブルセレンなら多分怖くないと思います。うん、ヒーローの2人。そうです。ダブルヒーローですから。ちなみに過去の戦績は5、6ウェーブぐらいまでですか？そうです。あと5ウェーブですね。うん、6ウェーブ。でも6ウェーブで倒れたってことか。はい、バルクスをギリギリ倒せて、やられてしまったんですけれども、もう放っちゃいますね。いきなり。そうなんです。え、そうなの？はい。でも誰かそれその子挟めば1マナで済むじゃん。なんですけども、あのちょっと HP が怖かった。油断した。あ、お、でもまだマナが潤沢ですから、まだいける。まだボコボコにしてやっていただいて、困った時のお客様。はい、あ、じゃあちょっと緑川さんのセレンさんで、はい、最初か。はい、ガンガン行こうぜ。危ねえ。ヒーローが一人。大丈夫です。ヒーローはこの世に一人で十分なんや。もう一人から。そこつだ、うん、あ、ちょっと待って。バーン。次出てきたの弱そうな主人公だよ。おっと、ちょっといけねえ。多分足りなかったんでしょう。あれが、あ、ちょっと待って、あ、待って、死なないよりは打っとこう。よし、絶望しないよ。はい、絶望だよ。はい、絶望しかないよ。はい、寂しいなこの遊園地。はい、下がって。人気がないよ。諦めない心。あー、絶望しないで。はい、ちなみにですね、これすぐ終わっちゃった場合はですね、レイ先生にご登場いただきたいと思っているんですよ。あの本当に、ちょっとレイリー先生の刻印が本当に10連続ぐらいでいらない刻印。みんなでグルグルして。本当にみんなでぴったりでしたね。ぴったり。ぴったり。あー、それ。絶望しないよ。絶望しないよ。何遊んでるの。いや、面白いんだけど、ここ面白いんだけど、ここ。あー、踊ってるみたいですよね、ダンサー。そうそう。あ、でもすごい。また消えちゃう。また消えちゃう。濃いな、この画面。この画面濃いわ。でも見てください、セレンさんはやられなかった。なぜか無敵状態で。無敵だ。おかしいな。5、6ウェーブぐらい、はい、いや、先週は行ってたんですけどね、うん、先週、ちょっと今週はそういう日か。そういう日でしたね。じゃあちょっと時間も余ったんで、あやちゃんお願いします。呼んでみたいと思います。レイニー先生、いけるあやちゃん、どうですか、はい、刻印の方は。刻印が本当に、はい、さっき頑張ったんですけど、うんうんうん、今ですね、いいのは刻印はですね、さあ、お、あ、でも、あ、すごい、もう遠距離、とりあえず遠距離2、おお、いや、すごい。だってずっと緑色の出てたよ。はい、本当に回復量しか出てなかった。回復量が緑の2とか緑の3とかもずーっと先生なのに泣きそうになってたところ、今これでどうにか。リティカルも出ました。おー、すごい、はい、落ち着きました。はい、で、ちょっと一人で、あ、うん、でもちょっとフレンドに、ね、新しいカティアさん、うん、賢者の塔仲間入れさせていただいて。なんか雰囲気がありますね。じゃあ似てるね。はい、紫青みたいな、うんうん、で、ちょうど限定戦開いてたのがここだけだったので、ちょっと行ってみよう。ほい、レッツゴー。ゴー。相性がいいのかも分かりません。はい、でもちょっとカティアさんにちょっと一回引っ込んでおいてもらいますと。あ、やばい、これすぐ終わっちゃうかもしれない。おー、そうですね、すごい、クリティカルで氷がすごい出るんですよ。あ、ちょっと待って、私が先だ。なんか悪いぞ。で、この攻撃速度も同じ魔法使いなんですけど、速いんですよ。確かに速いかも。うんうんうん、本当だ。今すごいいい出方しました。これをお願い、同時に出てきて。お願い。あ、ちょっと早い早い。あ、そしてたくさん出てきて。うん、これだと先生だけ。あ、両方行った。そうなんです。範囲行こう。攻撃とか通撃で行くんですけど、じゃあもう、あやちゃんまみれ、レッツゴー。面倒、すべてを凍らせましょう。確かに面倒だ。あ、ちょっと終わり。
かっこいいな。そうですね、ちょっとあの、間違えましたね。もうちょっといけましたね。でもあのいつもやあちゃんが自分のキャラを見せられないってこう悩んでいるのは全然出なかったんで、はい、お強そうです。あなたのその勇姿。でも2体しかいなかったのに割となんか操れてない感が。あ、ちょっとおー、え、2体や。ちょっと待ってって。ちょっと逆に2体だからこそ状態です。敵が弱すぎて操れない。もうちょっと、もうちょっとみたいな。もっと敵出てきてほしい。パンダぐらい出てきてほしかったね。はい、でも伝わりましたよ。うん、はい、ちょっと氷まみれになりたい人はぜひ。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ。続いてはこちらのコーナー、チェンラジミッション。チェンクロチームから寄せられたミッションを私たちとチェンクロユーザーの皆さんで考えて、チェンクロ内のいろいろなことを決めていこうというコーナーです。現在のミッションはこちら、義勇軍本部のオリジナルインテリアを考えろ。義勇軍本部のインテリア機能、リスナーの皆さんと私たちで義勇軍本部のインテリアを考えておりますと。ちなみに皆さん今インテリアコインはどのくらい貯まっておりますでしょうか。もう先週言ってましたけど、ね、あの、はい、5万は超えました。おお、割と私使っちゃってるんだよ。もう、はい、あとちょっとしかないな。もともと少ないし。私もこの間めっちゃ高いな。1万660枚しか今手元にありません。おお、それだけあったら結構結構取り替える、変えられそうよ。確かに確かに、このまま貯めて大物をちょっと買おうかな。うん、私もこの間壁と絨毯をついに買いましてですね、うん、今でも残りが34,000。あ、結構すごいお金持ち。まだね、お、なんかお茶会的なものに使いたいんだよね。そうなんです、3万4000をお茶会のものに使う。ちょっと今まだあの家具系のものは寂しいので、はい、ということでメッセージもご紹介していきます。こちらももちゃんからいただきました、ありがとうございます。パーソナリティの皆さんこんばんは。こんばんは。私がこれあったらいいなと思うインテリアはキャラクターのタペストリーです。と、現在ピリカなどが実装されていますが、キャラ個人のものも欲しいなと思っています。新アイドをここまで上げたらもらえるシステムにして、推しをインテリアでめでたいです。そしてタペストリーと推しのツーショットを撮ってみたいです。といただきました。タペストリー、確かにね、うん、機能的には割とそんなに困らずできそうですよねとか言って。そうですよね、うん、なんかこう、まあ、ポスターとかでもいいですけどね、うん、ちょっと大きめのポスター、タペストリー。でもなんかタペストリーがちょうどあの部屋にスポンとね、はまる感はあるよね。確かに、あと何枚か一緒にしたら1枚絵になるよみたいな、うん、いいですね。なるほどね、うん、何かありますか、うん、こう俺もう個人的にあれだよ、うん、やっぱバディ枠を一つ。もう可愛いでしょ。 いたら可愛かったですね。うろうろしてたら確かにめちゃ可愛い。飛んでほしいですね、義勇軍本部の中を。可愛いよね。いいな、小屋とか売ってほしい。あ、いいですね、置いておきたいな。置いておきたい、うん、クッションみたいなの置いたらそこで寝てくれる、うん、かわいいな。画期的な、いいです ね、 あの、モデルはあるわけですからね、うんうん、そうですね、あとはそこにちょっとふよふよさせていただいて、うん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 、なんか今井さんはありますか、うん、今欲しいインテリア。なんか、うん、こう絆創膏が欲しい。あの覗く、そう、あ、確かに、はい、上にはあるけど、うんうんうん、あそこで絆創膏を覗い、なんか定期的に誰かが覗いてほしい。それで消えたら面白いですよね。あ、行っちゃったみたいな。行っちゃったよ一人でみたいな。そう、なんか大きめのやつが欲しいな。確かに飾ったら綺麗な感じはしますね。するよね、うん、かわいいかもしれない。ウッチーさんは現在欲しいインテリア、インテリアというか、あの窓がなんかなくな、
あの、はい、好きなところに、なくしたりとかできるようになったんで、ドアとかもつけてほしい。あ、隣の部屋もあるよう風の、なんて言えばいいですかね、はいはい、ドア。面白い。もうなんならあれちょっとあの部屋が狭くなっちゃうけど、はい、仕切りができるとかね。あ、壁みたいな。そうそうそう。あ、いいかもしれない。で社長室にガチャって入る。社長室いいですね。でドアつけて、そうそうそう、壁に緑川さんの寝室が部屋になるっていう、はいはい、うん、あ、それもいいですね、うんうん、いいな、うん、じゃあちょっとそのためにはちょっとこの大きいテーブルをバンバンと割っていただいてカンと、ちょっと部屋をこう作れたら確かにいいですね、壁とかで、うん、はい、ということでちょっと夢は膨らむばかりですけれども、うんうんうん、ぜひぜひ、これからもねインテリア皆さんのも募集しておりますので、はい、よろしくお願いします。以上チェンラジミッションでした。ジェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ。続いてはこちらのコーナー、インスタ映えするチェンクロ。リスナーさんからハッシュタグインスタ映えするチェンクロ、ハッシュタグチェンラジ投稿で入るチェンクロ画像を募集、みんなで見ていきたいと思います。こちらパンダマン3さんからいただきました。タイトル、セレンマン vs 怪人クガイノリノリヒーローショーってことで見ていきます。せーの、おお、わー、これは決まったね。これいい、上手。めっちゃいいシーンじゃないですか、うん、照明さんめっちゃ頑張ってる本当だちょっと火も焚いて、ね、すごい。今だとプロジェクションマッピングでこのシュワーっていうのも描けるかもしれない。そうですね、うん、これはいい。まあ、でも大きさもいい塩梅ですね確かに、いかにも、うんうん、いいですね。こうセレンのあの手をパーにしてるのが可愛い。パーパーすごい、指先まで気合が、いいショット、うん、本当にこういうのをどうやって撮れるか教えてほしいです。うまい、上手。はい、では続いてこれでもほら、はい、前言ったけど他のキャラクターでもいけるからね。ああそうですよね。そうそう、デンジで、デンジさせれば、みんなちょっとチャレンジしてみたいですね。そして、続いて白の星さんからいただきました。タイトル、下まずえ隕石衝突の危機ということで見ていきます。せーの、ドン。あー、ほんとだ、すごい、ほんとだ、わー、すごい、まさに今、シガーニさんの魔法陣もちょうどなんか意味深だしそうですね、下まに完全に黒い隕石がもう当たるよアップにしたとこもちゃんと出てきている。しかもこの攻撃力アップの拳のマークがで支えようとしてるね恐ろしいデカさだな。気ですね、リアルだとしたら。もう私たちはこの時点でしょ、あの蒸発してる可能性ありますね。えぐれるよね、えぐれます。でもなんかこの角度でドンっていくとなると、うん、あの北極のあたりがバコーンって削られて、うんうん、下の方はなんか後からこうじわじわとわーっていくんでしょうね。割れるな、日本はおそらく煙みたいなので先にやられるんですかね。どうなんでしょうか、蒸発の液体でやられるのか、どっちなんでしょうか。セレンマン助けて呼びましょう。では続いてご紹介します。こちらリカさんからいただきました。タイトル、インスタ映えするかわからないけど突然義継がメルティオールに頭突きしていて可愛かったですと見てみましょう。せーの、ドン。してんね、かわいい。刺さって、刺さってますね、左の角が。うるせえお前はうるさいよ。これお部屋でやってるからたまになんかこうペペペペペってやってる時だろうね、はい、きっとね。こんなシーン、メルティオールがなんかあのなんだろう、こうちょっと固まってる感がするっていうのが。そうですね具合がさらに悪くなっちゃう、悪くなっちゃったんですよ、なっちゃったかもしれない。ずーっと喋ってみたら、ね、確かに、うん、うるさいってそういうことそうですよね、メルティオールが具合が悪く喋ってて
白い一枚ありがとうございます、うん、続いて四季坊さんからいただきましたタイトル大変な大異変ということで見ていきます、うん、せーのドン、すごい見たことないマジで何これこんなことあるの全部大変じゃん、でも選ぶのは楽でいいねそうですね空いてないの行けばいいかなあでも真ん中が超貴重あ本当だで書いてある悩むわわー本当空いてない上を行くか、うん、超貴重行くかですよねどれだけの確率よこれはどういうこと自分だったらどこ行く超貴重ですかねやっぱり 私開けに行っちゃうな貴重でも気づかずにやっぱりハテナのとこだけ見て押しちゃいそうでもほら今井さん的にはさ全部揃ってるわけだからこれで弾けるやつあ確かにそうですねあの持ってない人にとってはちょっとこれ選びたいかなっていう3つもらえちゃう確かに、見たことでも私何気にその下の義勇軍師も武器いいなって思っちゃったいやこれはねあのアビリティついてるいいやつだったね一番上のやつが当たりなのかどうかを知りたいそうですねあと普通の異変だったかでベルナー君出るやつありますよね、うん、あるあるある、うん、なんか地道に増えて今すごい嬉しくて、うん、なかなかねもらえないので確かに、うん、すごい何を選んだんでしょうね四季坊さんは確かにということで皆さんもぜひハッシュタグインスタバーチャルチェンクロハッシュタグチェンラジ投稿で画像を投稿してくださいハッシュタグチェンラジ投稿とついている場合はどんどん番組でご紹介させていただきますチェンクロ公式ウェブラジオチェンラジだってブワーニュンニュンさあこの後はチェンラジオリジナルラジオドラマをお届けします今回の配役は私がセレン私今よさみがラベゼリン私内田彩がシャーロット私高木ゆりかがアリーチェですそれでは行ってみましょうチェンラジラジオドラマスタート私は海賊王女シャーロットあらゆるお宝を奪っちゃうわよそうはさせんセレンマン参上海賊王女シャーロットお前の野望は俺が止めてみせるかかってらっしゃいセレンマンよし次のバトルショーの練習はバッチリねエシャルが戻ってきたら合わせてみましょうしかし不思議なものだな演劇とはいえこの俺が異世界で子供たちのヒーローになるとはあらワンダーランドの子供たちにとってはもうすっかりセレンマンは本物のヒーローよセレンマンが本当にいるって信じてる子もたくさんいるんだってそうなのか騙してるようで申し訳ないがなんだか嬉しいな子供たちの夢を壊さないようにかっこいいセレンマンを見せなきゃね会議室の方からよ行くぞシャーロットこのつく黒い虫がアリーチェアリーチェ何とかしてよ無理無理無理ですラベゼリンさんこそ魔人でしょ助けてくださいよ魔人だってゴムつきあれは無理誰か助けてとエレンマン参上どうした君たちセレンマン あのそこにゴのつく黒いあれが、うん、こいつかセレンパいやセレン新聞紙を丸めたのでパンもう大丈夫だ二人ともよかったどこのどなたかは知りませんがありがとうございましたほんと助かったわセレンマンだっけ新しく義勇軍に入った人いや俺は本当にかっこよかったですヒーローって感じでした魔法使いアーレルの本を初めて読んだ時みたいな気持ちですわかる私もリベラに会った時みたいなあそれは言い過ぎかもだけど
でも私的にリベラの次くらいにかっこいいわ、セレンマ。そんなにか。待て、二人とも本当にわからないのか。俺はセレン…そう、彼はセレンマンけれど義勇軍の一員ではないわ。彼は孤高の謎のヒーローなの。ちょっと待て、シャーロット、何を言ってるんだ。し、二人はセレンマンを本物のヒーローだと信じきっているわ。子供の夢を壊す気なの、セレン。あ、いや、違うだろう。二人はそもそも子供ではないし。この二人すら信じさせられなくて、ワンダーランドの子供たちの夢が守れると思う？それは確かに。いや、そうか？何か違う気がするが。やっぱり面白がってるだけだろ、シャーロット。もういい、この衣装を着替えてくる。そうすればすぐに誤解は解けるだろう。あ、セレンマンさん、もう行っちゃうんですか？行かないで、セレンマン。すぐに戻る。きっとよ。ありがとう、セレンマン。まったく、服を着替えただけなのになんでわからないんだ。そんなに変わらないと思うんだが。おい、ラベゼリン、アリーチェ。セレンマンっていうヒーローが来たの。だからそれは。セレンさん、会いませんでした？もう遠くに行っちゃったのかな。その何者だったのかしらね。でもまた会いたいわ、セレンマン。きっとまた助けに来てくれますよ。信じてます、セレンマンさん。そうか、俺も会いたかったな、そのセレンマンとやらに。笑うな、シャーロット。まあね、確かにわからないこともないけど、そんなそんなに違う。そんなに違う。でもね、ラベちゃんはね、仕方がない部分があると思うの。やっぱりああいう生き方をしてるから、ちょっと視野が狭いかもしれないけど、シャーロットは気づいてほしいよね。あ、私は遊んでた。遊んでましたね。アリーチェは、あ、そうか、アリーチェ、そうそう、純粋だから、もう気づかない、子供の心を持っている、もうマジカルリリカル、アルリリックですから。はい、そっか、もうそのそっか、そっか、その魔法少女とヒーローの世界観で生きてきた女の子ですから、すぐ信じちゃう。いや、そっか、そっか、まあ、そっかなんです。なんかでもいっぱいこのリクエスト来そうだし、うん、またなんかあのセレンマンで、うん、あのこう生放送とかにゲストに呼んでほしいとかって声が来そう。なんかセレンマン with ヒオニーズでやってほしいです。俺たちもやるぜみたいな。私たちと緑川さんがちょっと負担が。てかあれやったら面白そうだよね、前カッパでやったみたいな、はい、そうそうそう、あ、はいはい、そう、それでやってほしい。そしたらあのこれやってほしいですね。確かにヒーローショーやってほしいですね。ジャンクロヒーローショー見たい。こう実際には結構たなびかせるの大変なマフラーも、はい、あれならば、そうですね、確かにセレンのね、見えますから、すぐできる。やってほしい、ね、あっちの方の技術もね、やっぱどんどん進化してるでしょうからね。うん、うん、楽しみですね。未来は明るいな。はい、さてこのラジオドラマですが、リスナーの皆さんからこんなシチュエーションのドラマが聞きたいというメッセージを募集します。もしかしたらチェンクロに関する疑問をドラマの中で答えてくれるかも。皆さんメッセージお待ちしています。チェンクロ公式ウェブラジオ、チェンラジ。続いてはこちら、チェンクロ最新情報。このコーナーではチェンクロの最新情報をご紹介していきます。まずは開催中のフェス情報です。現在レジェンドフェス賢者の塔セレクションが開催中です。今回登場したのは新進気鋭の優しき守護者カレン、魔法使いの残武器、 CV はさくらあやねさん、イラストは木下小鉄さんです。開催期間は11月17日水曜日までです。続いて
復刻グランド&レジェンドフェスが11月12日金曜日より開催中です。今回復刻したのはグランドサーガ賢者の塔ファティマ、 CV は小岩井小鳥さん、イラストは八巻さんです。そしてもう一キャラ、凶楽する力の賢者メルティオール、 CV は石田明さん、イラストは八巻さんです。開催期間は11月17日水曜日までです。続いて最新フェス情報です。ジェインクロニクル4部がスタートしてから間もなく1周年を迎えます。これを記念して最大154回無料毎日無料11連レジェンドフェスが開催されます。11月18日木曜日から12月1日水曜日までの14日間、毎日1回、10回プラス1回ガチャが無料で引ける超お得なフェスです。登場するダブル S レアは全てレジェンドキャラクター。期間中は毎日0時に無料で引ける10回プラス1回ガチャが復活しますのでお見逃しなく。開催期間は11月18日0時から12月1日水曜日23時59分までです。この期間中は特別ログインボーナスもありますので毎日忘れずにチェックしてくださいね。続いて最新イベント情報です。11月17日水曜日より遊戯の世界東海イベントワンダーランドグルメキャラバンが開催されます。イベントのあらすじをご紹介します。ワンダーランドに自分の手で料理するということ、そして魔族との共存を広めたい勇者ベイジ、それを叶えるため義勇軍はお祭りイベントワンダーランドグルメキャラバンを企画した。ゾーイのケバブサンドとエメラインのポップコーンはワンダーランドの人々を変えることができるのか。しかしレメディの様子がおかしくというお話になってますね。ケバブサンドとポップコーンで、すごい不思議なお話になりそうな食べたい。こちらのイベントは報酬としてこのキャラクターが登場します。魔王軍幹部レメディ魔法使いのまぶき、 CV は小林優さん、イラストはネムさんです。はい、こちらかわいい。あ、武器もかわいいですね。かわいい、いいな、そういう、こういう何、こういう絵、服、服、あ、タッチ、タッチです。似合いそうね、はい、ちょっとでもこの衣装も素敵です ね素敵、雰囲気ある、なんか面白そうだね、はい、確かに、ね、そしてですね、ランキングによってもらえるいつものキリバン報酬に加え、先日のチェンラジで決定した特別キリバン報酬があります。キリバンは緑川賞が5687番、今井賞が1589番、内田賞が2035番、高木賞が1172番です。また東海イベントの開催に合わせ支援フェスが開催されます。今回登場するのは遊戯の世界ケバブ屋さん、ゾーイ、戦士の残武器、 CV は伊勢マリアさん、イラストは天野花さんです。こちらドーン、ケバブ切ってんね、美味しそう。やっぱそういう感じのスキルなのかな。そうですね、出てくるのかな、お肉ごと出てくるんですかね、それか敵を削いでいくのか、なかなかちょっとよく見るとあれですね、赤いものがちらほら、本当だね、確かに転職先としてはもう最高なのかもしれないですけど、すごいスキルをお持ちですもんね、はい、すごいな、あんま細かく見ると見ちゃいけないものが映ってそうなそうですね、なんか奥の方にもしかしたら、でもそんな気もしなくもない、遠くて見えないんだもん、はい、そしてもう一キャラ、こっちは絶対可愛いはず、遊戯の世界ポップコーン屋さん、エメライン騎士の残武器、 CV は村川理恵さん、イラストは竹城錦さんです。ドン、可愛い、絶対スキルも可愛い感じ、もうこっち安心して見られますね、あれ、ちょっといますね、あ、頭にも、今びっくりした、あの子は生首が映ってるから、ちょっと違いました、びっくり、あのポップコーンのケースでした、あ、びっくりした、かわいい、ケースをこう下げてるんですけど、さっきのにゾーイにちょっと引きずられまくりじゃない、引きずられちゃったんですけど、ポップコーンのケースがこう顔になってて、これがエメライン&フラットのフラットなのでは、本当だ、かわいい、
リボンもついて可愛い。でもある意味生首ちゃう。ゾーイに引っ張られてる。帽子も可愛い。エメラインアンドフラットちゃん。今回はね、一緒にこっちの世界に来てないんですけど、ちゃんと一緒にいますね。はい、というわけで東派型イベントワンダーランドグルメキャラバン支援フェスとともに開催期間は11月25日木曜日までです。あ、ちなみにこの私たちが決めたこのイベントの切り番賞ですね、うん、プレミアムチケット7枚がもらえますよということで、感謝されたいんだ。ぜひ当たった方はメールください。続きましてチェンクロ公式ツイッターでは現在チェンクロアートキャンペーンを開催中です。あなたの好きなキャラクターが幻獣の世界、謀略の世界、遊戯の世界に行ったらどんな姿になるのか、そんな想像をイラストにしてハッシュタグ推しキャラが新世界に行ったらをつけて投稿してください。投稿いただいた方の中から抽選で10名様にチェンクロオリジナルクオカードをプレゼントいたしますよ。募集期間は11月30日火曜日までです。以上チェンクロ最新情報でした。お届けしてきたチェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、そろそろお別れの時間になってしまいました。次の党派が結構楽しみですね。ストーリーもすごい面白そうなので、うん、確かに、うん、定期的になんかこう、うん、5部とか6部になっても遊戯の世界はずっと定期的にやってほしいな。確かに癒されますね。癒されるし、かわいい、てか堂々と衣装違いを見ることができるからね。これは女性キャラは割と報われてたけど、男性キャラはやっぱりありがたいよね。確かに、うん、衣装替えどころかちょっとね雰囲気も変わっちゃってた人もいましたし、ね、結構幻獣とかすごかったですもん、うん、迫力が可愛、うん、い世界また出てきてほしいな、うん、確かに。いやでもなんかやっぱ切り番が気になっちゃうし、ちょっとしばらくしばらくそればっかり気になっちゃう。なんかいろんな街で数字とか見た時に切り番とか私何号とかだいぶ脳内に切り番が、あの今回はね今までの反省を生かしてちょっとあの上位の方に、そうだね、あの数字が上がってるので、そうです、皆さん頑張って当ててほしいですよね。走っていただきたい、はい、ということで頑張りましょう、はい。さてこの番組は毎週月曜日の19時頃に配信されます。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。温泉の番組ページのメールフォームから送ってください。そしてここでリスナーの皆さんに精霊石1個のプレゼントのお知らせです。 URL は https://sgap.ps/fukuto 福都。こちらにアクセスしてください。受け取り期間は11月22日月曜日18時59分までです。ということでここまでの相手は緑川光と今井あさみと内田彩と高木ゆりかでした。バイバイ。この番組は株式会社セガの提供でお送りしました。